おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3041です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちらのデオゴスティーニの週刊ナイトライダー、こちらの75号と76号の組み立てをやりましたと。75号に関しましてはね、こちらのボンネットのところに対してこのヒンジ系ですね、この辺のパーツの組み付け、そして76号で提供済みだった74号のね、こちらのパーツを組み付けて、まああと先にね、フロントガラスも入れましたけど、この辺とかの作業をやっていったということで、今回はね、こちらの続きとなります、2023年の2月編の2回目やっていきたいと思います。今回やるのは77号と78号ですね。それをやっていきたいと思います。で、こちらに、ね、置いてありますね、ボンネットに関しましては、とりあえず使わないはずなんですけどね、こちらのフレームですね、これは使いますよと。で、その前にいろいろね、パーツを用意しなきゃいけませんので、先にね、そっちのパーツの方を見ていった後に、冊子を見ていって、そして組み立てという流れでいきたいと思いますんでね。早速、パーツの方ね、ささっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツの方用意しましたと。とりあえずこちらが77号、そして78号ですよと。これをとりあえず用意しましたと。で、冊子の方ね、先に見ていきたいと思いますけど、とりあえず77号がこちらですよと。で、77号、提供パーツはこちらですね。ヘッドライトサポート左、ケーブルアタッチメントとかね、こちらのパーツですよと。いよいよヘッドライトを作るという感じですね。で、ペラッとめくりましてね、中身に関しましては説明書部分だけ見ていきましょう。提供パーツはこちらと。で、組み立てに関しましては、まず用意しなきゃいけないのがこちらですね。ボディの方から M っていうコードですね。そちらのケーブルを用意しましょうと。で、そちらの短い方ですね。そちらに対して今回の77号のパーツを取り付けると。で、クリアパーツをはめ込んであげましょう。そしてそれができましたらね、こちらのカバーパーツだよね、これを組み付けてネジをつける。で、さらに小さいパーツを組み付けてあげましょう。これができましたら、組んでおいたボディフレームの方にね、こういう風に組み付けてあげて、小さいパーツを取り付けると。これができましたら、こんな感じでね、パターンと閉じて、こうなるように確認しろという形となっておりますと。とりあえずこちらが77号ですよと。で、次の78号もね、似たような感じになりますけど、こちらですね、ヘッドライトサポートの右ですね、それとケーブルアタッチメントと、まあ、先ほど言ったね、77号の反対側みたいなね、そんな感じのパーツを用意すると。で、これがね、用意できましたら、まあ中身にね、また同じく説明書だけ見ていきますが、先ほどやったね、77号と同じような感じで、今度は先ほどのね、M のコードの残りの方ですね、そちらに対して、78号のパーツを組み付けて、またクリアパーツを入れると。で、これが入りましたら、こんな感じでね、外側の枠をつけていって、こんな感じで組み付けて、そして、組み合わせて、固定して、で、また、こんな感じでね、閉じるのを確認しておきましょうっていうね、こんな感じの流れです。はい。なので、最終的にね、このパーツを組み付けてどうのっていうね、作業が出てきますので、今回、77号、78号ね、同時進行でいこうかなと。で、とりあえず、M というね、コードに対してパーツを組み付けて、それが準備できた段階でフレームをね、用意して、最終的に組み付けるというね、流れでいきたいと思います。ただ、組み付け工程に関しましてはね、それぞれ1号ずつやっていきますので、とりあえず77号ですね。こちらのパーツだけ、さっとね、出してしまいたいと思います。はい、77号のパーツ用意しました。一応、こちらのパーツに対して、LED をつけてネジで固定するということで、こんな感じと。で、まず用意しなきゃいけないのは、ボディフレームですね。そちらの方から LED をね、持ってこなきゃいけないよと。で、ちゃんとね、M ってやつですね。これを用意して持ってきましょうと。これが段取りできましたら、スーッと合わせるとね、わかると思いますけど、長い方と短い方がありますよと。で、こちらのですね、短い方を用意するよということで、短い方を用意しましたと。で、これがね、用意できましたら、こちらのパーツですね。これの裏側に対して、これをぶっ刺すと。で、向きがですね、そこまで指定はなさそうなんですけどね、一応、こことね、ここになんかヒンジっぽいのがあるんでね、ここの部分が上になるように用意してあげまして、とりあえずこいつをね、ここに入れてあげると。で、これがね、最後までギュッと入りましたら、一応これをね、グニグニっと折り曲げて、イメージ的にはね、まあこんな感じで曲げてあげようと。で、とりあえずここね、何にも固定されないんでね、まあこんな感じで取り付けようっていう感じにしておきまして、くるっと向けてこういう感じですね。下の方が平らでね、こっちの左角がねとんがってますけど、こういう向きで持ってあげると。そしてこちらのクリアパーツですね、
これをここに入れると。でその時にここですね、真ん中のところに刻印がありましてね、多分ハロゲンでいいと思いますよね。それがこの向きで正面から見て分かる状態にしてあげて、ここにズボッと入れるってね。なのでこれね、ちょっとつけてしまいたいと思います。はい、組み付けてきましたと。そのハロゲンっていう文字がね、この真ん中ですね、ど真ん中のところにものすごく小さな文字で書いてありますんで、しっかり確認してつけてあげると。でこれができましたら、こちらのですねクリアパーツを上に向けた状態にしつつ、向きとしてはこういう感じかな。ここにちょっとね平らなものがあると思いますけどね、これがとりあえず自分側にね向くように持ってあげまして、これの下のところに対してね、こちらの枠ですね、この大枠パーツをここに乗っけるよと。で真ん中にねくぼみがあって、こっちにちっちゃな突起があるんですね。こちらの突起がここにねはまるように入れてあげましょうと。でこれがねググッと入りましたら、横2箇所ですね、ちょっと分かりづらいと思いますけど、こことあと反対側ですねのところに穴がありますんで、そこに対して OP かなっていうネジがあるのでね、そのネジを使って固定すると。これですね、このネジを使って2箇所打ちますんでね、ささっとつけてしまいたいと思います。はい、組み付けできましたと。こちらね2箇所入れましたと。で今まで触ってたこちらのパーツもそうですし、外側になるこちらのパーツですね、これ全部プラスチックなのでね、力のかけ方によっては割れちゃいますんで気をつけて入れてあげましょうと。でこれが入りましたらね、また同じくですね、こちらのクリアパーツが上になるように用意してあげまして、この下ですね、ここのところに対してこちらのプレートパーツを入れると。向きとしましてはねこういう感じかな。でこれをねこの中のところにセッティングすると。そしてこことここですね、2箇所穴がありますので、そこに対して今度は TM ですね、こちらのね TM というネジを用意してあげまして、2箇所打ちますよと。これもですね先ほどのねところと同じ感じなので、ささっとね打ってしまいたいと思います。はい、組み付け完了です。これができましたらあとは本体にね組み付けるだけなんですけど、一応このコードですね、 LED のコードに関しましてはちゃんとねこちらの最初に組んだやつとこのパネルの間ですね、ここに配置されるようにしっかりと組んであげましょう。はい、でこれが準備できたらボディフレームに組み付けますけど、これはねちょっと後にしまして、残りのこっちですね、これに組み付ける78号のパーツ、ささっとね用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらが78号ですよと。で78号と77号でね一部違いがあるというか、エラー品でした。はい、というのがこのパーツですね、こちらのパーツ本来こっちの77号でもね1個提供になってて、でこっちにもあるはずなんですけど、1個しかないっていうことは、まあこっちですね77号の時に欠品だったという感じですね。ちょっとショック。はい、まあこの部分はね最終的に影に隠れる部分なんで、プラバンかなんかでね自作しようかなと思いますけど、本来はこちらのね小さいパーツはこっちにもねありますということで、動画もね見直したけど入ってなかったんでね、欠品がある場合は皆さんもね十分気をつけましょう。とりあえずやることに関しましてはこっちとね同じ行動をとっていくだけと。とりあえずねこちらのパーツですね、これを用意します。そしてこちらのパーツをね裏側のところに LED をぶっ刺しますよと。でまあこれがねズボッと入りましたら、また同じような感じでねぐにゅっと曲げて逃がしますよと。そしてこいつをねここにズボッと差し込む。本来は先にねレンズ入れますけどね、忘れてたんで後でやります。でとりあえずねこちらねセッティングできましたら、また横2箇所打ちますということで、ここね横のネジ、こちらね OP というネジなんでね、こちらのネジささっとね打ってしまいたいと思います。はい、取り付けできましたと。でこれができましたらね、また同じような感じでこちらのパネルパーツをここに入れますよと。向きはこうですね、これ逆にすると後々のね可動方向に影響が出てきますので、こういう向きですね。でちゃんと入れてあげて、また同じくね横のところをネジで打ちますと。その時に使うのがこちらですね、 TM というネジを使いますんで、またねささっと打ってしまいたいと思います。はい、取り付け完了ですと。これが入りましたらね、これで向きが一番分かりやすいと思いますんで、こういう向きにした状態でこちらのねクリアパーツ、これの中心ですね、これもですね先ほどね組んだやつと同じように、中心部分にねハロゲンって書いてるのを確認して、向きを把握しながらここにねズボッと差し込んであげるという感じで作ってあげましょうと。これが入ればこっちのねパーツもできましたので、
あとは組んだこちらのパーツをですね、ボディフレームの方に組み付けていきましょうと。で、とりあえず組み付けるボディフレームは前回ね、なんとか仕上げたこちらのパーツですね。これを用意して逆さばにするよと。で、まずですね、一番最初にですね、組んだこちらですね。これがとりあえずここにはまると。で、これ自体はね、ちょっとわかりづらいんでね、位置関係だけ軽くお話ししたいと思いますけど、ここのポジションですね。こちらのポジション。ここに対してこいつをね、ガシッとはめると。で、このパーツ自体は AM というネジを使って固定すると。そして、今のところね、1個しかないですかね。こちらのパーツを、この中心部分にね、ケーブルを通して、ケーブル止めとしてこちらのパーツをね、LM というネジで固定するという感じになっておりますんで、2個ともね、ささっとつけてしまいたいと思います。はい、パーツつけましたと。これにてヘッドライトですね、両方つきましたけど、こっちですね、手前の方に関しましては、先ほどのコの字のパーツがね、入ってなかったということで、こういうふうにね、ケーブルが固定されておりませんけど、正しく取り付けるとこういう感じですね。ヘッドライトがついて、こっから伸びてるケーブルですね。これが暴れないように固定されると。で、ここの部分がですね、ガチガチに固定されると、今度ここのね、稼働の支障になりますんで、ある程度ね、こんな感じでね、スカスカの状態になっているっていう状態で固定されると。正しい形はこちらになりますんで、こんな感じでね、ケーブルもヘッドライト本体も固定すると。こんな感じで付けましたと。これにて今回の作業は完了になりますけど、最終的にボディフレームというかね、これをグイッとね、起こしてあげて、こちらのヘッドライトですね、これがスッとね、下がるかどうかっていうのを確認しておきましょう。こういうね、一応スムーズに動くのを確認すると。で、ここの部分に関しましてはね、手動で動くんではないみたいなのでね、まあ、ここの部分がストレスね、なく、ちゃんとこういう風に動くのだけ確認しておきましょう。はい、一応こんな感じでした。今回作業自体はね、大して難しいことはなかったんですけどね、LED を差し込んで、グッとね、折り曲げたりとかね、パーツを組み付けるときにちょっとテンションがかかる部分になっておりますんで、そこの部分がですね、破損する危険性がありますんで、十分気をつけてつけてあげましょう。心配だったらね、とりあえず、こちらね、ケーブルを接続してね、点灯確認しておいた方がいいかもしれないですけどね。一応こんな感じで組み付けました。はい。前回ね、この辺のね、パーツがついたことによってね、さらに完成が進んだ感じがしますけどね。やっぱりまたライトがついたりとかするとね、またいい感じに進んでると思いますんでね、さらに完成が楽しみになります。はい。で、先ほど言ってたね、こちらのパーツに関しましてはね、次回の撮影までね、ちょっと時間がありますんでね、カスタマーの方にちょっと言ってね、パーツの請求しておきたいと思います。はい。ということで今回ですね、デアゴスティーンの週刊ナイトライダー、こちらですね、2023年の2月編2回目の77号と78号ですね、こちらの組み立てやっていきました。はい。ということで次回ですね、次回は2022年の投資企画でやっておりますデアゴスティーニのランボルギーニカウンタック LP500S、 こちらをね、組み立てをやっていきます。2023年の2月編の1回目やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。